Peggy 12. はい、ケン。モンスターハンター3アルティメットは、シリーズでは初めて入っているターゲットカメラっていう、カメラのシステム要素が入ってます。これはですね、モンスターをターゲットオンすることによって、カメラのリセットした時に、そのモンスターの方に、カメラが向いてくれるっていうシステムです。で、これは、モンスターハンターというのは、自分の画面内にモンスターを捉えておくということがすごく重要なアクションゲームなんですけど、このシステムが今回要素が入ったことによってすごくモンスターを捉えやすく、今まで以上に捉えやすくなりました。なので今までこうちょっとカメラ操作に対してちょっと難しいなと思ってた人たちも今回このターゲットカメラによってすごく入りやすくなっていると思います。